皆さんこんばんは、広瀬優です。蒸し暑い中、毎日お仕事お疲れ様です。今回は日々の疲れを解消してくれる癒しグッズをご紹介したいと思います。今回は2つあります。まず1つ目がこちらです。じゃじゃーん。こちら何だと思いますか？マッサージピローと言いまして、いわゆるマッサージ枕です。でこのコンパクトサイズがマッサージなんですよ。マッサージ機なんですよ。いいですよね。で使い方がね、すっごく簡単で、今一番自分の中で、自分の体の中でほぐしたい部分ってあるじゃないですか。その部分にこのマッサージピローを当てます。で、あとはこの電源プラグを電源コンセントに差し込んで、このボタンがついてるんですよね。ここオンとオフ、このボタンでコントロールしてくれます。例えば、ここボタンを押すとですね、この部分が、ね、動いてくれます。でぐるぐるぐるって回転するように動いてくれるんですよ。それで、4段階にコントロールすることができます、このボタンで。あとは温熱モードに切り替えることができたりとか、すごく便利な癒しグッズになってます。ちょっとやってみますね。でこの電源ボタンをプシッと押します。押すと、おっとおっとおっと動きました。こんな感じで、はい。で、もう一回押します。プシッと、スタンバイモードになって、次、反時計回りに動いてくれるんですよ。でまた押すと、でスタンバイモードになって、次もう一回押しますっていう感じでいいですよね。あー、ほんとだ。4段階目になると、ちょっとね、あったかい熱がね来るんですよね。これはすごくいいと思います。しかもコンパクトサイズだし、どこでもこのグッズを使うことができるんですよ。まあ、寝ながら使ったりだとか、別にこの、椅子に座ってでも使えちゃうので便利ですよね。こんな感じ。おー、めっちゃいい痛気持ちいい。意外に強いな、これ。いやー、痛いもう圧がね、強いですね。背中でこう、うわ、めっちゃコリコリいってる見えないですね。めっちゃコリコリ、痛い、うわもうピンポイントでほぐしてくれるので気持ちいいです。痛い足にこうやって当てて、こう当てて足の裏をほぐしてあげたいだとか、すごい。あ、これいいですね。めちゃめちゃ気持ちいい。やばい。いろいろな部分に使えて、でコンパクトサイズなのでどこでも使えるっていう、こちらはゆたかさんからいただいた癒しグッズです。ありがとうございます。昨日ちょっと頭痛がしていて、そのままね、早く寝て直したんですけども、こういうのあるとちょっと痛い時にほぐせるのでね、頭痛解消効果もありますよね。ありがとうございます。今日から早速使わせていただきますっていう感じで、はい。1つ目は、マッサージピローのご紹介でした。で、あともう1つあります。じゃじゃーん。はい、フットインマッサージャー、フットタイムというアイテムです。足裏をぐいぐい揉みほぐしてくれる商品なんですけども、足裏全体をねすごいほぐしてくれるアイテムなんですって。例えば、まあ、ここに書いてある通り、ぎゅーっと締め付け、心もみほぐす、選べるマッサージモードがあって、あとローラーでもみほぐしてくれたりだとか、エアーでぎゅーっと締め付けてくれるモードがあったり、あとはヒーター内蔵なんですって。いいですねで、あとは洗えて清潔布カバーだそうです。洗える布カバーで、15分自動オフタイマーとかあったり、あとは電気代も1ヶ月で約6円だそうです。
それもいいですね。全然電気代かかんないじゃないですか。で、ちょっとね、ここに書いてあります。エアー×ローラーの贅沢マッサージなんですって。これエアーでギューッと締め付けてくれて、ローラーでコロコロ揉みほぐしてくれる。疲れた足をすっきり癒すコロンとおしゃれなフットインマッサージャーです。それがこちらになります。じゃじゃーん。こちらも本当本当にコロンとしてますね。で、この1台あれば足裏、この足裏全体を揉みほぐしてくれるんだそうです。奥も結構深いですね。このボタンで操作していくんですよね。で、まあこちらもね、コンセントに差し込んで、使う感じなので、非常に誰でも使いやすいマッサージャーになっています。で、なんかね、ここに、はい、見ますとヒーターで、ここでモードが切り替えられて、ダブルマッサージャーができたり、エアーのモードがあったり、もみ玉モードができたりだとか、エアー強さボタン、弱くできたり強くできたりするボタンがついてあったり、やめたいときは停止ボタンがついてあったり、実際にやってみたいと思います。中に入れます。ダブルモードというものをやっていて、足の裏全体をねほぐしてくれるんですよ、こう回りながら。で、足つぼマッサージって皆さんやったことあります？足の裏って体の全部の機能が足の裏にあるじゃないですか。で、そのツボを押すと痛い悲鳴上げるぐらい痛いじゃないですか。今痛いです。これ足の裏どこか痛いってことは、体の部分どこかがちょっと悪いってことなので、そういうのも分かっていいですよね。今痛かった部分ここら辺だったんですよ。ここら辺めっちゃ痛かった。どっちも両足ともここら辺が痛かったんですよ。ここって何でしたっけ。めっちゃ痛かったな。はい、こちらも豊さんからいただいた癒しグッズです。ありがとうございます。ミユも一度足つぼマッサージってやってみたかったんですよ。で、テレビで見るとすごい痛そうじゃないですか。専門家の方々にやってもらう足つぼマッサージってすごく痛いって言うじゃないですか。その気持ちがよくわかりました。このマッサージャーでもめっちゃ痛かったので、慣れるように日々ちょっとね使っていきたいと思います。今日から、どちらも使わせていただきます。ということで、今回は日々の疲れを解消してくれる癒しグッズをご紹介しました。じゃあ終わります。バイバーイ。